さあ、桐生さん、これ。いいよ、待たせたな。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。私を育ててくれたおじさんは昔、極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せ。はるかちゃん。秋山さん。先生に話聞いてきた。桐生さんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に。元東上会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツを立てるためのパフォーマンスだ。パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江東上会関係者、まあ
三つ親のこの子たちだ。お目覚めですか、四代目。大悟か。お互いみっともねえなりだな、六代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ、桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。噂ってのは他でもありません。桐生さんが無所に入るって話です。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか。家族のところに戻るためだ。沖縄の朝顔のことですね。ああ、俺がこのまま沖縄に戻ったとして、朝顔の子供たちは遥かと静かに暮らせるとは思えねえ。どう言い繕ったところで俺は世間の目、俺は遥かに俺が待っ、それはわかります。でも遥かちゃんや桐生さんは本当にそれでいいんですか。俺は遥かに世間が注目しているからこそ、今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ドームのステージで遥は堂々と俺のことを家族と呼んでくれた。なら俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。あるか。ほら、できたよ。ちょっとテーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。泉、コップとお水用意して。はい。ほら、シロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って、もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ、シミュレーションだ。
おじさん、泉か。だいぶ背が伸びたな。おじさん、嘘、帰ってきたの？なんでこんな急に。驚いたか。ねえ、おじさんが帰ってきたよ。みんな、おじさんだよ。おじさん。太一、バカ野郎、帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、太一。おじさん、お前ら大きくなったな。何年ぶりだ、みんな。おじさん、本当に大きくなりやがって。おじさん、変わんないね。はるかお姉ちゃんは一緒じゃないの？そうだよ、後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか。何言ってるの、おじさん。だって、はるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。ん？そうだよ、そういう話だったよな。そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは、3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなって、おかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん、でもみんなを不安にさせたくなかった。それに遥の件、彩子も今。それは、でも。遥か姉ちゃんが俺たちのことでそんなに思い詰めてたなんて、俺全然気がつかなかったよ。そうか。まったく、はるか姉ちゃん、何でも気にしすぎなんだよ。おじさん、はるか姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。俺たちはるか姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。はあ、ちゃんと話すから心配するな。あ、おじさん。豆も昼飯の時間か。相変わらず元気そうだな、豆。豆、まだだからね。まだ食べちゃダメ。よし。はるかお姉ちゃん。はるかのことなら心配する。そうだといい。おじさん、俺どうしたらいい？はるかのことは気にするな。お前は野球に集中するんだ。でも、はるかは必ず連れて帰る。そうしたらみんなでお前の。わかったよ。はるかお姉ちゃんを探し出すって。そうだな。知り合い？ああ、あいつならすぐに電話で。
そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。晩飯の…うん、それに…そうか。あのね、おじさん、おじさんが遥かをね…そんな、だから…うん。あのさ、3年前だ。俺が週刊中に一度面会に来てくれた。朝顔のみんなはよくしてくれるって言った。そう。もしかして俺が気づいて。おじさんは悪くないよ。でも、ああ。あ、おじさん、さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。 SNS とか全然やってないみたい。そうか。はるかについてはもしかしたら。じゃあ、すまないな。お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。おじさん。いや。え、そんな。電話がダメなら直接。でもそれじゃあ。じゃあ今度帰ってくるときはこっちもいる。よく言う。カムロ町に秋山って男あまりな。はるかお姉ちゃんみ分かって。うん。それから太一、今度はそうか、豆もいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。おい、伊達さん。いえ、なんだ。まあ、たく、お前が出所、誰からも連絡が。ああ、でもよかったぜ。うん、まっとうに年。
そこのおっさん。お小遣いもらえないっすかね。しつけがな。早く財布置いてけや。しばらく寝てろ。
しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。何見てる？仕方ねえ。手間取らせやがって。しつけがなってねえな。手間取らせやがって。
だ。何してばれ。仕方ねえ。手間取らせやがって目障りだ。しばらく寝てろ。あんた他の女に入れ込んでるそうね。お金もつぎ込んでるみたいじゃない。いやそれはその、しかも毎日会ってるんだってね。その女のことそんなに好きだわけ？その話してるとテンションが上がるというか。へえ、本当なんだ。最低じゃないあんた。でも実際に直接会ったことはないんだよ。だから浮気とかじゃないんだ。意味わかんないんだけど。いいわよ、あんたなんかもう知らないから。あ、待ってよ優香ちゃん。すいません、いない。あ、そう。おいおい、なだって誤解な。ライブ。はい、それなのに優香ちゃん浮気してるとか。違いますよね、ライブ。すまんが、ライブなチャットの。ちゃ、チャットパソコンとかを使って会話するやつじゃねえか。おお、まさにその通りです。要はライブチャットは可愛い女の子とパソコンを通して生の会話ができるんですよ。うん、まあ近い。それにあんなちょっとは。そうですか、ライブチャットか。少し興味はある。暇を見つけてネットカフェに顔を出してみるか。なんだおっさん。しつけがなってねえな。
時間食っちまった。しばらく寝てろ。